れは急遽だったんですけども、あのカートロゼミンケルトリオの、まあ、ベースのダリオ・ディッタが急病で来れなくなっちゃって、で、本当ライブの48時間前とかですよね、そのくらいにコールがあって、でまあ、たまたま空いてたのが幸いして、あのその、ね、48時間後にはこのまさにこのステージでカートと一緒に演奏するっていうすごい幸運な出来事だったんですけど、あの時はやっぱりスタンダードたくさんやってたんですけど、あのビル・エヴァンスのタイムリメンバードをやるって言って、で、まあ、どうやるのかなと思ったら、あのスイングじゃなくて、うん、あのストレートエースでこう血を這うようなあのビート、うん、すごい単純なビートなんですけど、単純なストレートエースのビートなんですけど、あのそのこう低空飛行をずっとしていくようなそういうスタイルで演奏して、でそれでタイムリメンバーで演奏するっていうのが僕すごく新鮮だったんですね。であの全然違う曲に聞こえて、うん、僕が知ってるタイムリメンバーとは全く違うアプローチだったので、うん、これすごいなと思ってすごく印象が強くて、で、バンクシアトリオでタイムリメンバードをやろうって思った時にやっぱりその印象があったので、それを自分なりにあのこのバンドでやるんだったら、まあ俊くんのサウンド、そして林さんの音を想定してどうなるかなと思って、自分なりにこうアレンジを、まあ、大したアレンジはしてないんですけど、うん、こう自分の解釈でビートを作ってみました。はい、なのでやっぱりここでのそのカートロとのライブのライブ演奏一緒にした時に受けたインスピレーションっていうのはすごいこうバンクシアトリオとあのつながるところが大きくてですね、その彼のクリエイティビティとかもそうですし、そのスタンダードをとことんこう突き詰めて解釈していくっていう、そういう追求する姿勢もそうですし、なのであのとても影響が僕の中では大きいライブでした。はい、つい 2,3 日前にあのリハーサルしたんですけど、このバンドでその時に新曲3つ持って行って、うん、この、まあ、自粛期間だとかにこう書いた曲の中からこう厳選して、うん、でもちろん2人を想定して書いたんですけども、うん、面白かったんですよ、うん、でその手応えもすごく良かったので、もう新曲3曲はもう全部あのこのライブでやろうというふうに思っていて、うん、なのでまあもちろん自分たちにとっても初めてライブで演奏する曲ですから、あの初めてですね、プレミアっていうと大層な感じがしますけど初めて演奏する曲が結構 多めにあるっていうことと、うん、やっぱりあのちょっと話がタイムリメンバーズに戻るんですけど、うん、その時に受けた印象っていうのがやっぱりこうやってインタビューでこの場に、ね、あのいるだけでもすごい思い出すんですよね、うん、なのであのそれをこう自分のトリオでこの場に立って演奏した時に一体どういうこうサウンドになるか、あのどういうインスピレーションを自分がこうそこで受けて、でそれをこう形にしていけるかって、バンドで形にしていけるかっていうのはもう楽しみです。
うん。